ます。両方面ですけど、はい、担当直入に言います。一宮市でこう活動してるとですね、プロスポーツクラブがない、だから欲しいという、これをやろうと思うと、まあ、要は J リーグを目指すチームがあったら、なんかその市が、市民が一つの方向にまとまると思うんですよ。で、なんかそういうアイコン的な存在が一宮市になくて、そのナショナリズムとまでは言わないですけど、その市民がこう一つの方向を向かって応援したり、何か一致団結するような、そういう存在があったらすごいまとまっていくような気がするんですよね。でもこれを作ろうと思うとすごい大変だと思うんですけど、実際に今岐阜市が41万人で J リーグをで J2 のチームがあって、あと岡崎市、刈谷市、桑名市、あと鈴鹿市も J リーグを目指すチームを今持ってるわけなんですけど、あと稲沢に言うと、あのバレーボールのチームがあったりとか、そういうプロスポーツ、そういったスポーツ振興に力をぜひ入れてほしいなと思うんですけど、これはどうですかね。スポーツ、芸術、そういったものとか、どんどんこの後なんかこうハード面は揃ってきてると思うんで、市長になった時にぜひその辺も力を入れてほしいなと思うんですけど、あのスポーツ振興はどんどんやるべきだと思いますし、僕も体動かすのが好きなんで、今もあのソフトボールチームにも入ってますし、あのフットサルも大好きですし、今度ぜひワールドカップが愛知で決まったら一宮でもぜひやってほしいなっていうふうに思います。でクラブチームのお話ですけど、クラブチームだけにですね、大きな企業が割とバックについてるってケースが多いんですよね。できれば本当民間主導で、そこに行政があのいろんな意味で援助しながらっていう形が取れればいいですけど、例えばあのオール公務員の J チームができたとしたら、その選手は全員公務員さんですっていうとなかなか厳しいですよね。ほんで市が 100% 出資で 100% 給料払ってっていうクラブチームは無理だと思うんですよ。ですので民間である程度こう形を作ってっていうのが一番ベターだと思うんですね。僕も実は本当まあ10年ぐらい前ですかね、あの僕も現役でフットサルやってた頃は、一宮に J チームを作るんだってすげえ思ってたんですよ。でなかなかまあ壁がいろいろぶち当たっては大変だなという思いに、駆られまして、まあ、先ほど言った、まあ、サッカー以外もバレーボールもあればいろんなスポーツがありますんで、まあ、市民が同じ方向を向いて応援できるっていうのはすごくいいことだというふうに思うんで、あの種まきをする時期かなと。ただ行政主導でやるべきじゃないと思います。民間でそういうことをやろうって言い出してる NPO ってあんまりいないと思うんですよね。企業がやろうっていうのもないと思うし、何かいい方法が。でも実際のところ J3 ぐらいだったらいけるんですよね。あの今のタワーの横にあるスタジアムなんかも7500人収容できるんで、5000人収容できるところであったら J3 目指せるとかありまして、あとはあれですね、あのワールドカップのフットサルワールドカップも、あの収容人数がちょっとあそこのディアドラじゃ足りないらしいんですけど、そういうのもなんかこう呼んでいただけたらいいな。めちゃめちゃ僕が生でそのワールドクラスのプレーを次の目の前で見たいですから、すごいですよね、やっぱワールドクラスのね、世界大会過去に何かあったんですかね、一宮で。世界大会ってあったんですかね。はい、ぜひ、ね、読んでほしいなって思うんですよね。そうですね。あとですね、兄貴と来年、兄貴が嫌がるんですけど、プールに入ったりとか、
はい、そういう活動をしていこうと思って、障害者スポーツの方も僕らの NPO で力入れてやっていこうとしてるんですけど、はい、なかなかそういったところもですね、あの障害者に対するその施設が少ないですね。受け入れてくれる場所がないし、はいはい、あと市のやってるスポーツジムなんかすごい安いんですけど、やっぱりどうしても健常者中心にできてるんで、そうすると障害がある人はみんな遠慮しちゃうんですよ。でこの間もあのエコハウスに行ったんですけど、はいはい、なんかあまり受け入れの体制ができてなくて、ちょっと残念な感じで帰ってきちゃったんで、ぜひそういったところも力入れてほしいなと。そうですね、あのおっしゃる通りだと思います、ね。あの障害者の方々が、まあ、プールに入りたいっていう要望を叶えるには、どんなことをまずしなくちゃいけないかっていうのをまずしっかりと把握して、ハードもソフトも、まあ、含めてですね、ですので、まあ、そういうことをやっていくにあたって、まず研究、まあ、例の研究が出てきちゃいましたけど、まあ、しっかり調べないとまず分からないですので、思いは絶対よく分かりますので、叶えられる方向で研究検討、前向きに検討すべきだというふうに思います。まあ、ここは一つやりますって言ってほしいですよね、兄貴ね。あの市長になったことがないもんですから、それがやれるのかどうかっていう、その予算編成ができるかどうか分からないので、やっぱり障害者の目線でできている施設っていうのがやっぱり兄貴は欲しいって言ってましたね。障害者に優しいとやっぱり高齢者も利用できるしっていう面もあって、そうなんですよね。ぜひ、はい、検討していただいて、この辺ですね。あともう一つ、芸術の面で言うと愛知トリエンナーレも一宮に呼んでもらえるような、あれも結局そういうトリエンナーレの誘致する委員会を作って、そこに市長が多分委員長になって入る感じになると思うんですけど、前の時もなんとなく蚊帳の外っぽく、まあ、いましたもんね。そうですね、不思議だなと思いながら、あのなんとなくこう愛知でやってるんだけど、なんとなくこう疎外感みたいな感じを感じながら、岡崎がサテライトであったんですけど、尾張に一つこう一宮で、まあ、そうですね、はい、作ってほしいなと思うんで、ぜひそういう文化、芸術、スポーツ、 そうですね、そういったのをちょっと力入れてもらえると、働いてなんかこう遊ぶところがあるといいなと、仕事はもう自分らの仕事は自分らの仕事で頑張りますんで、あのぜひあのそういったところに市が力を入れてくれると住みよくて楽しい街になると思うんで、分かりました、ぜひよろしくお願いします。頑張ります。はい、じゃあ最後あの、はい、一言締めでネットを見てる人たちに、はい、改めまして細谷正樹です。すべては一宮のために、すべては愛のために頑張ります。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ終わります。はい。